ヌムールは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌイコール・エイコール・マルヌ県のコミューン。フォンテーヌ・ブローの南約1 7トルに位置する。ロワール川に面する。国道7号線がコミューンを通過する。ヌムール城ヌムールの名は843年に、ネモサスと記された。これは、ニームを発祥とするガリア神ネモサスに由来する。ガリア語でネムとは聖域を指し、 ネメトマイナスは神聖な場所、神殿を意味する。ヌムールの歴史は12世紀まで遡れる。最初は領主支配だった。市街にある城とサンジャンバティスト教会は、ルイ7世とフィリップ・オーギュスト王子の2代にわたって仕えた自重長、ゴーティド・ビルベオンの要請で1170年頃に建てられたものである。市街は百年戦争中の1358年に、 消失した。火災で破壊された教会は1445年に再建され1555年に完成した。1274年、ヌムールはフィリップ3世に買収され、シャルル6世時代の1404年、公爵領となった。その後ナバラをカルロス3世に対して譲渡された。1425年、フランス王国に貸し出され、その後没収された。 ルイ11世はジャック・ダルマニャックにヌムールを割上した。1503年にアルマニャック家が断絶するとフランス王国へ再び戻った。ルイ12世はナルボンヌ伯領と交換にガストン・ド・ホワへヌムールを授けた。フランソワ1世はヌムールをメディチ家のジュリアーノへ授けた。ジュリアーノの死後未亡人となったフィリベルト・ド・サボアがヌムールを相続。 以後サボア家が150年間領有した。サボア家が断絶するトレイ14世のものとなり、王はオルレアン公フィリップ一世へヌムールを授けた。彼の子孫が1789年まで代々、領主であった。ヌムール公の称号は、ルイ・フィリップ王の次男ルイ・シャルル王子の家系へ受け継がれた。1585年7月7日、アンリ3世は、 ヌムール城において、ユグノーの公式礼拝を禁じ、アンリド・ナバールの多い継承権を排除するという、ヌムール条約を締結した。アメリカ合衆国の多国籍企業デュポンの正式名称はい、e、アイ・デュポンド・ヌムール・カンパニーである。このデュポンド・ヌムールとは創業者入れている、デュポンの父親が、ルイ16世によって貴族に劣せられた際名乗った、姓である。